全国発動機種の皆様、こんにちは。こんにちは。こちらは、棚ごた久保田放送局です。これはね、久保田石油発動機の横置き小型、専売特許、トレードマーク、久保田いもの株式会社だ。福岡県久保田。うわー、すごいな。工場が乗ってたり、これは A 型の4馬力か。これは B 型2馬力だって。こう、上と下じゃ大きさ違うんだね、きっと。カマキリトバタってやつかな。何これ？米の粉だよ。ありがとう。ありがとう。すいません。米の粉はもらっちゃった。発動機で引いたんだね。これ何？専売特許トバタ横置き小型発動機および水揚げ。水揚げしてる部分だ。これは発動機試験場か。こういう映像が、映像っていうか写真っていうか絵というかね、試験場があったんだね。なるほどな。いつぐらいにできたパンフレットなんだろう。パンフレットかな、これなんだろう。特色とかがね、いっぱい書いてありますね。証明書、戸畑石油発動機を、ここに書いてある。大正12年だ。これ大正12年のあれかね。大正12年の、まあ、コピーでしょうけどね。こんなね、カタログみたいなもんがあるんだね。すごい。でかかったんだろうな、これ。4馬力。ここも、あれだね、よく見ると、弾き型の低圧のマグネットなんだ。このまん丸のフラグキャップもね、印象的だね。この辺の作りは、ね、よく見かけるね。これもね、ここが弾き型の低圧マグネットだ。すごいな。これ珍しいね、こういう小型石油発動機横置き小型。これ何なんだ、パンフレットなんかね。皆さん、ご視聴ありがとうございました。棚ごた久保田でした。